札幌ヘルスビューティフェアとは北海道札幌市白石区にある札幌流通総合会館にて2007年から2016年まで毎年10月の第4土曜日と日曜日に行われていた健康と美容をテーマにしたイベントフェスティバル。キャッチコピーはビート健康の今がわかる2日間。初回開催は2017年10月21日から22日。この時は 札幌モーターショー2018のプロモーションブースがあり、4代目の札幌モーターショーガールとして、山田香里と池田彩香の2名がお披露目された。札幌ヘルスビューティフェアに2017冬季アジア札幌大会 PR ブースを出展。2017冬季アジア札幌大会。2016年10月16日閲覧。ただつみヘルス ビューティフェア1、ただなっちゃんのブログ、サイバーアイージェント、2017年5月22日、閲覧。おはようございます。本日開催のトヨタクルマルシェイン、アクセス札幌にて、札幌モーターショーガール撮影会を行っております。札幌モーターショー、Facebook、2017年12月30日閲覧。札幌モーターショーショーガールに、山田さん、池田さん、 北海道新聞。https コロンスラッシュスラッシュ www.hokkid o-np.co.jp スラッシュアーティクルスラッシュ1414702017年12月30日閲覧。ありがとうございます。